はい、なんと今日から始まったミニゲームをやっていこうと思います。ほうほう、なんかウキウキ地雷パニックってやつ。はい、すごい楽しそうなんですよこれ。パワプロくんポケットコラボって書いてますよ。はい、アパワポケのコラボのミニゲームということで、なんか地雷を踏まないようにゴールしていくっていうゲームらしいです。それをやってみようっていう。はい、そうです。ほうほう、すごい楽しそうですよね、うん、じゃあやってみますか。ただ勝負するんですか。うん、何あんの。なんかもちろん罰ゲームありますよ。あるらしいよ。お、負けた方が。え、待って、勝負もするんですか。勝負です、対決ですよ。あ、一緒に楽しく、やー楽しいじゃないんですか。このチャンネルにそれがありますか。じゃああれだね、でも俺初心者だからさ、パワープロ、はい、いや待って待って、あのなんか今まで何ですか、今まですごい初心者とか出してこなかったじゃないですか。いや、まあ、知識はあるからさ俺みたいな。知識はあるだけで、はい、いわば野球で言ったら、はい、野球やったことないのに、はい、知識だけで言ってる人たちと一緒よ。じゃあできるのかって言った時にできないわけよ。でもパワープロもこのゲームは私初めてですよ。でもパワープロね。はい、パワープロだからもうプロでしょ。でパワープロの知識あるんですもんね。知識だけね。はい、だからハンデなーし。はなんでハンデなし。え、待ってください。私ごときに負けそうなんですか、佐藤さん。うん、俺はハンデはもう普通にプライドもなんかもらえるタイプ。そうなんですか。うん、だって勝負はやっぱ勝つためにやるから。そうですよね。ハンデもらっても勝ちたいわけよ。あ、そこのプライドはないんですね。ない。だからハンデね。ハンデ、でもハンデの付け方ないですもんこれ。なんか、うん、5回挑戦できるらしいの。はいはい。でそれの5回で同時にやって、はい、なんかそのじゃあどっちが早くゴールするかを競うゲームだらしいのね。はい、だから俺と袴田さんがやるのは、はい、だから5000円だから3戦先勝なわけよ、はい、だから3回勝ったら勝ちだね、うん、で負けたら罰ゲームなんだよね、はい、ということはコスプレしてもらいます、うん、おお、うん、だからよ、はい、俺は一生のアドバンテージからして、はい、だったら俺は2勝すればいいんだけど。あ、そういうこと、うん、だからクライマックスシリーズ方式、はい、2勝すればいい、私は3勝しないといけないってことですね。そうです。なるほど、うん、で先に3勝した方が勝ち。勝ち、うん、で負けたらコスプレです、うん、いいでしょう。いいの。いいでしょう。おーい、佐藤さんここプライドないっていうんで、私はじゃあここにプライドをかけますよ。オッケー、じゃあやろう。え、待って、大丈夫かな。あ、もちろんです。あ、もちろん佐々木さんが負けるとコスプレですからね。オッケーオッケー、いいよ、大丈夫ですか。そこは大丈夫です。ハンデ笑ってっから。ハンデ笑ってっから。変なコスプレじゃないよね。あ、お楽しみじゃないですか。初めがその答えなんか見せれないです、うん、いいですよ。じゃあいいですか。はい、ちょっと待って、これ用意スタートで、用意スタートで挑戦で始まりますか。もう挑戦、いや、だから別に始まっても用意スタートで始めればいいだけ。あ、じゃあもう、じゃあ挑戦で、最初に挑戦でスタートで、うん、じゃあコスプレをかけて、うん、いよいよ、うん、始めてください。よーい、スタート。あれ待って、ね、進まない私。あ、優しいよ。あ、待って待って、これ、あ、え、なんで始めてんの。え、ね、始まんない始まんない始まんない。あ、始まった始まった始まった。あ、これアイテムは全部取るっていうルールですよね。そう、ルールなんだね。あ、間違えた間違えた間違えた。これどうやってやるんだっけ。ってなってさ、審議ですか。始まんなかったもん今の。審議審議リプレイ。スタート。あれ待って、ね、進まない私。あ、優しいよ。あ、待って待って、これ、あ、え、なんで始めてんの。え、ね、始まんない始まんない始まんない。あ、始まった始まった始まった。よし、じゃあ俺はアドバンテージあるからあと一勝した。え、もうハンディいらないじゃないですかこれ。え、何が。もうハンディいらなくないですか。先に一緒クライマックスシリーズ戦った時に、はい、ね、アドバンテージ持ってる方が一勝したからって言って、はい、2戦目にいらないんじゃないって言わないんでしょ。今のありですか。え、じゃあこれ次のエリアってもう押しちゃってていいってことですよね。どうする、どう入ってから。だって今だって袴田さん決めてじゃあここからでしょってさ、はい、でそれがちょっと通信中通信中ってなって次の画面に行かなかったんですよちょっと。だから入ってから次のエリア入りましょうまず。で
次の開始するでも始まんないですよね。じゃあ今行きましょう。じゃあこれで行きましょう。はい。よーい、スタート。引き分けだね。引き分け、勝ったと思ったのにね、はい、私は今勝ったと思いました。じゃあ用意スタートお願いします。はい、行きます。用意スタート。結構めっちゃ良かったまあ運もねありますからね。お、最終戦、最終戦、最終戦。じゃあ本気出しますよ。うん、いいよ。まあ、佐藤さんのねコスプレ見たいですもんね。あとアイテムが何個あるかも運だよね。あ、これアイテムの数決まってないんですかね。そう、さっきのやつ3個もあったのに、うん、今2個とかだった気がします。うん、ランダムかもしれない。それの運もあるね。ありますね。じゃあ次のエリア入りますよ。はい、じゃあ用意スタートお願いします。用意、あ、え、まだいますよ。はい、用意スタート。あ、結構むずい、やばい、これ。あ、間違えた。地雷で本当終わってほしいよね。はい、ゴール。え、アイテム何個でした？3つ。3つ。私ももう全部1なの。俺だってもう最後山勘で行ったもん。あ、もう確信ないとこも、うん、全くないないとこも。ああ勝負師ですね。ないけど、もう行けるやろっていう。ああ、そうそう、山勘で行って。あ、これ確実性を言ってしまいました。あ、負けた。まあね、はい、アドバンテージあげましたしね。さあ、ということですね、はい、勝敗の結果は3勝対2勝で里崎の勝ちです。まあ本当は2勝ですけどね。だから本当は2勝2敗1引き分けなの、はい、本当はね、はい、でもレベルがどんどん上がっていくって言った時に、この何が起きるかっていうと、カウントバック方式で同じの場合は最終戦勝った方が勝ちっていうのが、まあ国際ルールなわけ。だからどっちにしても俺の勝ちなのよ。
はい、最初ちょっと通信中とか出たりいろいろあったのにな。言い訳ですか？なんかな。さ、ね、袴田さん、分かったでしょ、はいはい、今僕がゴールって言った瞬間に全員が拍手をしたっていう。え、皆さん佐藤さん応援してたんですか？佐藤さんのでもコスプレ本当は見たくなかったですか？俺したかったよ。したかったんだけど。したかったですか？うん、勝っちゃったんでね、仕方ない。だって佐藤さんの分のコスプレもあるらしいですよ。はい、さあということで皆さん、袴田さんのコスプレです。博士まだかな。ちょっと調子悪いんだよね。あなたのお悩み聞きまーす。あ、博士。なんだ。何でも直せるんですか。わしは何でも直せるよ。大丈夫。じゃあ最近の悩みがちょっと太りすぎで痩せたいんですけど、治療ありますか。成功するかは分かんないがの、あるよ。じゃあ博士ちょっと手術お願いします。じゃあここで寝とけばいいですか。じゃあどんな手術がいいかの。そうですね、1メスを使う、2ひたすら運動する機械をつける、3寝るだけ、選ぶのじゃ。じゃあ運動するだけは大丈夫博士、全く関係ないし寝とくだけも全く関係ないんで、じゃあメスで。危ない手術だが大丈夫かの。確率何パーですか。確率は2%ぐらいじゃ。2%! 低いですね。大丈夫博士というのはそういうもんなのじゃ。ちなみに機械は何パーですか。機械は何パー。2番の選択肢は何パーですか。おお、そういうことか。3パーじゃ。機械使っても3パーですか。そうじゃ。じゃ寝るだけは何パーですか。寝るだけ12パーじゃ。おでも12パーなんですね。そうじゃ。でも手術に成功したら、メスで成功したらどうなるんですか。30キロ減るぞ。おそれは減らしたいですね。じゃあやるのかやらないのか。やります。やります。メスでお願いします。わかった。行くぞ行くぞ。大丈夫。